昨晩は愛媛県にある新居浜市民の森、キャンプ場に、泊まりました。このように、ベンチもあって、そして遊具なども、置いてあります。公園自体は広いんですが、キャンプはその手前ぐらいまでしかできません。向こうに東屋のような建物があります。そして、こちらが管理棟になります。そしてトイレという具合です。ここも、照明がないのと、あと携帯の電波が届きにくいというのが、ちょっと難点でした。それ以外は、快適に、泊まれました。夜露が、心配だったので、今回も、炊事場の下にテントを張らさせてもらいました。そろそろ、片付けて、先に進みたいと思います。今治市にやってきました。今治といえば、今治タオルですので、今治タオルの、本店を見に来ました。これが、今治タオルの本店になります。非常に大きな、建物でした。このタオルの実験室に入りたいと思います。今治市に来たので、今治城を見に行こうと思います。向こうに見えるのが、今治城になります。今治城の、外堀になります。広くて立派な外堀ですが、一つ特徴があって、このように鯉ではなくて、鯛が泳いでいます。結構大きな、鯛になります。他にも、ちょっとわかりにくいですが、フグも泳いでいます。鯛がだいたい、40、50センチぐらいあります。
結構な数泳いでいて、この近くだけでも、5、6匹泳いでいます。あと、ウニがいたりします。小さな魚も、たくさん泳いでいます。他に、ちょっと分かりにくいですが、画面の真ん中あたりにサヨリが泳いでいます。口が尖っていて、特徴的な魚です。結構大きなサヨリです。30センチぐらいはありそうです。これもサヨリです。サヨリも、数匹ですが泳いでいます。でもタイが一番、迫力があります。他にもいそうなんですが、ちょっとここからでは確認できません。タイは、結構いっぱいいて餌をあげたんですが食べてくれませんでした。中の方も、見に行きたいと思います。これが、堀に、いる魚の例だそうです。スズキから始まって、淡水魚の、メダカも泳いでいるみたいです。これは、このように、海につながる水路があって、今正面にあるところなんですが、海水が流れてきています。海とつながっているために、この堀の中の魚は、海水の魚になるみたいです。この反対側にも、いっぱい、タイが泳いでました。城の中も、見に行きたいと思います。まずこの門が黒金御門という門だそうです。明治4年に、亡くなって消失したものを、平成15年に、建て替えたそうです。この表面が、金属で覆われています。非常に立派な門でした。内部はこんな感じになってます。天守が、正面にあります。見に行きたいと思います。この城を作ったのは藤堂高虎になるそうです。天守閣はコンクリート製で、これも、作り直したものですが、結構、立派な天守閣になります。
有料だったので、やめておきます。城としては、このように、コンクリート製の、再現されたレプリカになります。神社があったので、旅の安全だけお祈りしていきます。今治市にある、港交流センターハーバリーというところに来ました。中を、見ていきたいと思います。まず、シャワーが、200円か200円で30分間入れる、シャワーを使っていきたいと思います。真っ暗だ。ここが、30分200円の、シャワー料になります。時間は一応決まってるんですが、好きなだけ使ってってくださいということでした。来島海峡というところに来ました。今治の、一番先端のところになります。愛媛感動の地、第一位と書いてあります。来島海峡大橋が、これになります。ここから見ると、大橋が、非常に大きいのが分かります。で、これが来島海峡になります。期待していた渦は、やはり巻いてないです。向こうの、正面あたりが、少し、流れが速い感じがします。ちょうど小さな船が、右側に、航行しています。全体の眺めとしては、非常に綺麗なところです。今から、この来島大橋を渡って、途中の、ところで、馬島という、正面の小さな島があります。あそこが、エレベーターで降りれるので、一度エレベーターで降りてみようと思います。車では降りれない島になります。さらにもう一度エレベーターに乗って上に上がって、もう一つ向こうの大島というところに行こうと思います。今日は大島のさらに向こうの
三近島、という小さな島の、またキャンプ場で、テントを張ろうと思います。これで、馬島に降りれるみたいです。このようにエレベーターで馬島は、降りることができます。その他に、船で行けるみたいです。1階地上階でございます。馬島に到着しました。こんな感じでエレベーターで馬島には降りれました。ちょっと馬島を走ってみようと思います。馬島神社のところまで来ました。ここで行き止まりみたいです。来島大橋が、前に見えます。これが第2になると思います。そしてさらに向こうに第1があって、全部で、3つの、橋によって、構成されているみたいです。石段を、上がってきて、やっと、馬島の、神社に来ました。旅の安全だけ、お祈りしていきます。隣には、灯台が、見えます。灯台の近くにも行けます。馬島の灯台です。ここが、馬島の海岸になります。岩の上に、石碑のようなものが立ってます。
この上で、ホテルに宿泊の人が、バーベキューを しているみたいです。ここが馬島の漁港になります。住民の人は、ここに住んでるみたいです。もう一度橋に乗って、大島の方に、行こうと思います。馬島は、このように、住民の人しか行っちゃダメなところが、結構あります。そして、全部回ったんですが、10分かからないぐらいでした。そんなに、走るところはありません。また、エレベーターで上に上がって先に進みます。来島大橋の、第2大橋の上からです。正面で小さな渦が、巻いている感じになってます。なかなか干潮の時間に来ないと、大きな渦は見れないみたいですが、小さな渦が見れたので、よかったです。眺めは非常にいいです。ちょうど日が沈むところになります。日が暮れる前に、道勝島の分岐点に来れました。自分以外に、バイクが2台で、自転車が3台、徒歩が、1人、のテントの、人がいます。この奥にも、まだいるかもしれません。今日も、結構賑わっています。